ヒラテマリノ。ということで、まずビートの方から聞いていきたいと思います。ではビートお願いします。ではいきます。先行ハテナ高校イエローボール発祥戦数3本勝負レディーファイ。まずは対戦ありがとうございます。しっかりかまします。だからこうかどうかどう見てもおっぽんをどうでかはめても女性のところだけど、まあそんな中出て5秒とかわからなくなってきた。でもまた今日はかますしかないから、おはようございます。4時20分に起きてきた生徒さん、こっそいただいてね。いやいや眠たくなるようなラップじゃなく目を開きます。正体正体正体、右斜め上から君のことをまず見定めている。こんにちは、全体おはようございます。はい、いや交通法って何、交通法って何、マジで分かるぞ。あいつそんなところ祈りじゃなくて音で決めなきゃな。だから自分がそれを今証明するためにこの場所に来た。好きだから何でも好きなんて知らないくせに言わないでちょうだい。あ、面白くない。遊び方はそれぞれでもやばけりゃ OK。 おはようからこんにちは、次は君が眠る番か。俺がいつでも続くのは音で眠たくなるバース、やめてよ。音で眠たくなるようなバースは吐けないな。だから大声でやってるドラマ、今ヒップホップから生まれるドラマがあるからこそ今をやってる。だから今見るもの見るもの見る、自分だってしっかりと緑とか吸って言われたけどやめてきたぜ。君が言うドラマは所詮月9、俺は日曜の夜から回るミラーボール見て始まるストーリー。だんだん地下の奥深く潜る。誰が何をしようが誰が何を言おうが変わらないの。つまりお前らに好奇心がある限り合法でいかれた薬剤師。終了、では判定に移りたいと思います。先行はハテナ高校、エラゴート。第2エラゴートに移ります。